親に処刑されてしまった武将。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は親に処刑されてしまった武将について紹介していこうと思います。戦国時代、それは魑魅魍魎が渦巻く時代だったのでしょう。その中で家族とは血という確かなものでつながれた存在であった一方で、時にはそれが大きな災いをもたらすものにもなっていました。世襲制だった戦国時代、後継ぎはいわばその血を継ぐものでしたが、中には後継者、あるいはその血筋を受け継いでいながらにして親に処刑されてしまった武将もいます。そこで今回は親に処刑、処罰されることになってしまった戦国武将をご紹介しましょう。武田信玄によって追放された武田義信、戦国最強との呼び声も高い武田家当主、信玄こと武田晴信。その後継ぎは勝頼ですが、勝頼は四男。さらには諏訪家に養子に出されていたのですが、長男であった義信が追放されてしまいました。信玄は息子だけではなく、父親も追放しています。つまり、いつか自分も追放される身になることを恐れていたのではないかとする説もありますが、近年の研究では武田家の外交戦略の変化に伴う派閥構想の結果とする声もあります。それまで武田家は今川や北条と義見を結んでいました。いわゆる江宗孫三国同盟で、これにより三国それぞれ背中が同盟相手となることから、進軍方向を限定できるメリットがありました。当時の信玄にとっては上杉打倒こそ大きな目標でしたので、今川や北条と同盟することで多くの戦力を上杉打倒に向けられるようになりました。しかし桶狭間の戦いにて今川義元が戦死、徳川家康の独立、さらには織田信長の台頭など、信玄の外交戦略にも変化が求められることとなり、織田家と距離を近づけようとしました。結果、今川義元の娘を妻としていたいわば今川派の義信と、今川打倒を考え始めていた信玄との政治構想の結果なのではとされています。徳川家康によって処罰された松平信康、徳川家康の長男信康、優秀な武将として知られており、関ヶ原の戦いにて秀忠が遅刻するという大失態をしでかしてしまった際には、信康がいればと思わず口走ってしまったとされているのも、それだけ信康が素晴らしい武将だったからこそでしょう。信康に関しては様々な説が取り沙汰されています。かつての通説では、武田と義見を結んでいたことが露呈し、織田信長によって処罰を命令されたとするものでした。しかし、実は親子の仲があまり良くなかったのではとの説や、先に紹介した義信同様、派閥構想の慣れの果てなのではないかとする説、家臣団と対立したのではとする説など、様々な説が提唱されています。いずれにせよ、長男である信康は1579年に自刃。以降、家康は明確に後継ぎを指名することなく、戦乱の世を生き抜くことになります。天下人である養父、秀吉によって処断された豊臣秀次。天下人である秀吉は子供に恵まれていなかったことから、姉の長男であった秀次を養子にもらい、さらには実際に家督も譲りました。関白職に就いたことからも、天下人である秀吉の後継者としての地位を固めつつあったのですが、大きな事件が起きます。そうです、秀頼の誕生です。それまで子宝に恵まれていなかった秀吉、1589年には鶴松という後継ぎも生まれていたのですが、幼くして逝去。これにより我が子への継承を諦めたこともまた秀吉が秀次を後継ぎにした理由の一つと考えられるのですが、その後秀頼が誕生します。するとやはり姉の子供よりも実の子供に後を継いでもらいたいと思うのが
人情というもの。結果、強制的に出家させられた後に切腹を申し付けられました。さらに秀次本人だけではなく、その家族など周囲の人間まで処刑されてしまいました。それだけ秀吉の怒りが強かったのか、あるいは他に豊臣の跡継ぎになりそうな人間を排除したのか、その理由は定かではありませんが、すでに人たらしの面影は消え、苛烈な部分のみが目立つようになっていた秀吉によって、一族もろとも処断されることになってしまいました。違う息子を当主にしたかったから親に幽閉された角親忠。厳密には処刑、処断ではありませんが、角親忠もまた親である長宗我部元親によって幽閉されてしまった武士です。元親の三男として生まれた親忠は、名字からもわかるように角家に養子として送られます。もちろんこれは角の当主になることで、その勢力を引き入れようとする元親の策略に他ならないのですが、秀吉の四国征伐を受けたことで元親が秀吉に降伏すると、人質として豊臣家に送られることになりました。そんな親忠にとって大きな転機となったのは、1586年、秀吉による九州征伐です。九州征伐の与力とされた長宗我部家は島津家と対決。結果、跡継ぎであった長男の信親が討ち死にしてしまったのです。信親は武勇の誉れの高い跡継ぎで、元親としても入れ込んでいました。しかし討ち死にしてしまったことで、跡継ぎ問題が勃発することになってしまいました。すると四男の森親を溺愛していた元親は、森親に家督を継がせようとします。次男である香川親和や三男の角親忠が健在でありながら、四男が家督を継ぐのは前代未聞です。それでも元親としては森親に家督を譲りたかったのでしょう。秀吉から次男の親和に家督を譲るよう言われても拒否するあたり、その本気度が伺えるのではないでしょうか。四男に継がせるために三男である親忠は幽閉されることとなり、さらには次男である親和もほどなくして病死。実はこれも元親による毒殺説があるほどですが、結果四男の森親が長宗我部家を継ぐことになりました。ちなみに元親はあくまでも幽閉のみでしたが、関ヶ原の戦いの後、森親に殺害されてしまいます。これは西軍についた長宗我部家の本領安堵の嘆願をしていたのですが、この嘆願を他の家臣が土佐の半国を手に入れようとしていると残言。これを受けて殺害することになってしまったのですが、西軍に組みしたことよりも兄殺しを咎められたことで、長宗我部は土佐を失うことになってしまいました。番外編、大友宗麟とその父義明。いくら戦国時代といえども、息子を処罰したというケースは実はそこまで多くはありませんでした。その点ではやはり戦国時代においても親愛の情というのは大きなものであったことがうかがえます。一方、親を処罰した子供となると、先に紹介した武田信玄に加え大友宗麟も挙げられます。大友宗麟の父義明は、嫡男である宗麟よりも側室の子であった塩一丸を溺愛していました。そしていつしかそちらを跡継ぎにと考えるようになり、宗麟の側近たちを謀殺しました。これにより宗麟と父である義明の派閥争いが顕著となり、結果宗麟の家臣たちが当主、さらには塩一丸を吸収、いわゆる二階崩れの変と呼ばれているものですが、結果宗麟が大友を継ぐことになりました。この件に関してはあくまでも家臣がしでかしたとする説もあれば、宗麟が知らないわけがないとする、つまりは宗麟首謀説もあります。まとめ。このように子供を処罰した戦国武将を紹介しましたが、どれも異なるシチュエーションであることがわかります。しかし
豊臣秀吉と長宗我部元親には共通点があります。それは可愛い子供に後を継がせたいという点。それでも元親の場合、いずれも実の子供たち。四男を継がせたいがために実の子である三男を幽閉。秀吉にも通ずる部分ですが、人間は晩年可愛いもののため、あるいは自分の目的達成のためには手段など厭わなくなるということなのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。